皆さんこんにちは。本日は高畑充希さんと田中圭さんを迎えし、ドラマアンノーン初回放送記念オリコンライブ配信をお届けしてまいります。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日は朝から電波ジャックのご出演の合間に貴重なお時間をどうもありがとうございます。ありがとうございます。早速ですが、一言ずつドラマについてご挨拶と、役柄の紹介を高畑さんの方からお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。今夜放送のアンノーンで闇原こころという週刊誌記者の役をやってます。音が出ちゃった。そうですね、吸血鬼の役で怪力です。田中さんはいかがでしょうか。はい、浅田虎松役、交番勤務で心の恋人で、すんごい秘密を抱えた男です。どんどん盛りますよ、ね、みんな多分分かった時こうなると思う。そんなことないよ、すごい秘密だもん。そんなことないよ。知らんで。でもすごい、もう何度でも裏切ってやるよ。ありがとうございます。はい、今日はメディアジャックということで、早朝から番組をはしごされていると思うんですけれども、お二人とも眠くはないですか。田中さんいかがですか。僕はもう今日4時に起きて、もういろいろ朝活して今いるんで、そろそろ眠いです。朝活は何をされたんですか。いや、大したことない。お風呂入ったりとか。はい、普通にモデルみたいな朝食食べてます。そう自分ハマってるんですよ、朝活に。そのちょっとこうなんかいい感じに気分が上がる朝活、うん、なるほど。高畑さんはいかがでしょうか。私はもうずっと眠いですね。起きてからずっと眠いです。ずっと眠い。ずっと眠い。なんか吸血鬼の役ということですけれども、この時間に活動するのは大丈夫ですか。ちょっと厳しい。夜え。いやでもやっぱさ、今回のドラマもさ、はい、スケジュールがさ、夜動くこと多いじゃない。なんか大体さ、夜さ、うん、ご飯行こうよとか誘われて、うん、でさ、ごめん今吸血鬼だから夜空いてないんだよっていう断り方をしちゃってますね。すっかり吸血鬼ルーティンみたいな。そうですね、吸血鬼ルーティンでやらせてもらってます。ありがとうございます。今作は秘密を抱えた夫婦のラブサスペンスということで、とにかく設定が異色のドラマですが、撮影の雰囲気とか、あと現場で印象的だった出来事があれば教えていただきたいです。そうですね、現場はすごく楽しいですね。めちゃくちゃ充実してますし、うん、仲もいいし、笑いも絶えないけどやるときはやるみたいな感じで、すごくいい環境でお芝居させていただいてますし、あとものすごいラブシーンが多くて、今回のドラマ最初はかなりこうお互い初共演だったし、こう緊張感を持ってやれてたんですけど、最近なんかこうなんか慣れた感じ。そんなことないよ。そんなことないよ。はいはい、消し心 OK みたいな。もう俺らよりも周りがね、周りがもうそうなっちゃったから、周りがちょっと、あれ良くないね。飽きてきてる可能性があって、ちょっとね、一回空気変えていきましょうか。できるかな。なんかありますか、こう印象に残ってるところ、ここまでで。印象ですか、うん、印象か。特に1話とかだったらいいんじゃないですか。1話の中だと、はい、そのさっき言ってたみたいに序盤にある桜のシーン、はいはいはい、でもね、あでも個人的にはあの付き合うの付き合わないのみたいな、あやるじゃないですか、あそこのセリフが恥ずかしくって、はい、その照れくささはすごい覚えてるのと、あとはもう終盤に出てくる私の超人技、あれね、あれすごいよね、かっこいいよね。ですかね。圭さんはどこですか。まあ、大体一緒ですね。もっとあるじゃん、いろいろ。でも俺、おんぶのシーンとかもすごく好きだし。おんぶのシーン、私も好きです。おんぶのシーンは本とちょっと変わってるんですよね。うんうんうん、あの台本のところと、結局オンエアでできた完成がちょっと違ってて、それはそれですごい素敵だなと思ったし、そう、結構撮影して今回台本が全部できてるので、結構バラバラに撮ってるんですよ、みんなのね、他のキャストのクランクインがいきなり6話からだったりとか、すごい大変な中撮影してるんですけど、それでもすごく素敵な1話になっていて、でやっぱ全シーンこう思い入れが強いので、まあでも恥ずかしいですよ。いや恥ずかしい。ドラマがやっぱり全部の台本が出来上がってる状態って珍しいんですか。なかなかないですね、1年前とかからもう台本練ってほぼできてたので、
でサスペンスなので多分最後まで書いてまた戻って書き直してみたいなことをずっとやってらっしゃって、そこまでの熱量でスタートしてるから私たちもこう私たちもというか私もこう答えなきゃって思って意気込んで入ったらすごいふざけた現場でしたね。おい、ますます楽しみになったんですけれども、はい、でも田中さんにとってはあのおっさんずラブチームと再タッグということもあるんですけれども、なんかあの演出面とかおっさんずラブチームらしさを感じる点っていうのはありますか？なんかこう、ね、ドラマは結構違う。あ、もちろんドラマも全然違うんですけれども、はい、まあ、このチームならではだなっていうのは、うん、あのみんなふざけるふざける、はい、とにかくみんなふざけますね、うん、段取りとかすごいふざけるし、うん、テストとか全然、まあ、僕なんか特になんですけど全然真面目にやらないし、なんだろうな、こう本番でなんか生まれるかなみたいなのと全然関係なく単純に現場が盛り上げるためだけにふざけて、それでもなんていうんですか、全員笑ってじゃあ本番行きますみたいな、うん、テストになってないよね今のみたいないっぱいあるんですよ。はい、はい、でもなってないですね、うん、ほとんどなってないじゃん。なってない、テスト多分やらなくていい。だからなんかそのテストが一個なんかこうみんなが笑うための時間みたいな、でもそれでじゃあ本番行きますってなると、うん、当然スイッチみんな全員ガラッと変わるんで、うん、そこのメリハリみたいなのとかは本当もこのチームならでは、うん、他の現場では味わったことのないおふざけ感はあります。なんかこうジェットコースターのこうどんどん登っていく、高めていくみたいな感じがそのテストになってるみたいな感じですか？全然高めてる、ふざけてる全然本当ふざけてるだけ、本当ふざけてるだけなんで、でも本番は違うし、うん、でもいつもふざけてるのに、例えばちょっとシリアスなシーン行くともうみんなすごいあのピリピリっていうかちゃんと緊張感持ってて、うん、なんならもういきなりテストもしないで、うん、じゃあ回しておこうかみたいな感じになるんですよ。だからそこのこっちはすごい集中力いるじゃん。言いますね、そうですね。でもやっぱり自分のシリアスなシーンより、例えばケイさんがこうグッてなるシーンとかの方がやっぱみんな、こうみんなっていうか私は緊張感があるっていうか、こう喋らない方がいいのかなとかいろいろ考えちゃって、気遣いすぎて後で気遣いすぎないでって言われたりとか、なんかその塩梅が、そのメリハリのメリとハリがもう高低差すごすぎて耳キーンってなるっていう、うん、すごいです。高畑さんにとってはまあ初めて の, そ の, まあそのチームですけど、はい、そのスッと入れました。いや、ものすごくあの関西人が多くて、私も大阪人なので、あのもう居心地が良すぎてずっと関西弁で喋ってるんですけど、でもそのノリと勢いは保ちつつ、本当にシリアスなところはガッと集中させてくれるチームなので、本当になんか環境がいい中でやらせてもらえてるなと思って、お芝居してます。非常にいいチームですね、はいはい、ありがとうございます。それでは次の質問に行かせていただきたいんですけれども、はい、今からお二人にフリップをお渡しします、はい、お願いします。今作では高畑さんが週刊誌の記者を演じているということで、うん、高畑さんには撮影現場での田中さんにまつわる小さなスクープネタを一つ教えてほしいのですが、そのネタを週刊誌の見出し風にフリップへ書いて発表していただきたいと思います。逆に田中さんは高畑さんにまつわるスクープネタをフリップにお願いいたします。すっと筆が走っておりますね。表情で書いていただいてますが、うん、大丈夫ですよ、はい、怪力なのにちょっと怪力すぎちゃったかな、怪力なのに歌が開けられない。高畑さんは終わりましたか？はい、ました。はい、田中さんはいかがでしょうか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。お二人とも書けたということで、それではまず高畑さんの方から発表お願いいたします。はい、フリップオープン。田中圭、知られざる2つの顔。おお。ぽい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 。これというのはどういうことでしょうか？これは単純に圭さん、朝すごい顔がむくんでくる。本当に
あの夜になるとどんどんかっこよくなるんで言われてますけど、ご自覚の方は。いや、もちろんありますよなんかむくみやすい体質らしくって水分量が多いんだと思うんですけど、そうなのかな。そう、いや朝もかっこいいんですよ、普通にかっこいいんです、はい、あ、でも今日もめっちゃかっこいいし、はい、ただ夜になるともっとかっこよくなるからなんかこの夜のコンディション朝も出たらいいなみたいなぐらい。そうですね、こんなにかっこいいのに今はコンディション悪い状態ってことですか。いや、まあ、もっとかっこいい、うん、もっと天井知らずな、天井、やめろやめてくれ、かっこよさが天井、やめてくれ、やめとけなるほど、はい、じゃ田中さんはいかがでしょうか。あ、美月ちゃんの人、はい、はい、何、高畑美月、拾わずにはいられないものとは。言い方じゃん何事よ、いいとこいいことで。というのはどういうことでしょうか。いや、さっきもみつけんしょ喋ってたんですけど、うん、関西のノリの方も多くて、でみんなボケるんですけど、ほんと全部拾ってくれるんですよああ、もうトークのことですね。もうあの、僕、いろんな人がいろんなとこでボケたりとか、なんか起きるたんびに絶対突っ込んでくれるんで、うん、だからそれがすごく、なんていうんですかね、こうボケを盛り上げるのってツッコミじゃないですか、うん、だから美月ちゃんが絶対ツッコんでくれるっていう安心感があるから、まあみんな本当ボケまくる。で僕もずっともうそれが嬉しくて嬉しくて、で僕結構役的にこう拾ったりするのですんごいボケてたんですよ。で本当全部ツッコんでくれてたんですけど、最近スルーされるようになっちゃって自覚はありますか。そろそろいい数が多すぎてね、やっぱもう本当にやっぱ人っていいよって言うとどこまでもなるほど、どんどん人が集って私の周りでずっとボケ出すから、もう全部拾ってたらなんか疲れてきちゃってそろそろね、もうそろそろいいかなみたいな。そうですね、いやでも俺この間寂しかったんですよ、うん、今日この間、昨日かな、本当にこうハグするシーンとか、例えば美月ちゃんが向こう見ててこっちで僕らが芝居してる時とか、なんか僕がテストとかでやるとスタッフさんわーって笑うから美月ちゃん見てないんで、最初の方とかはもうキラキラした目で、え、なになに、今何やってたのとか、はいはいはい、え、何してたのって聞いてくれたんですよ。で昨日こう、まあ、ハグするシーンがあって、僕の顔撮ってる時にまたスタッフさんが笑ってて、美月ちゃん見れてないわけじゃないですか、はい、で終わったらまたやったなって言われて言ってんだ、やってんな、またやってんな、やってんな、ちょっと変わってきちゃった、ちょっと、はい、そうです、でもいい関係にね、はい、よりいい関係、愛が育ってきちゃった、そうなんですね、違った。お二人ともありがとうございました、はい、撮影現場での、ま、意外な一面を知ることができたということで、もうドラマも一層楽しみになったんですけれどもさて、お二人をお迎えしてお送りしてきた生配信なんですが、残念ながらお別れの時間が近づいてまいりました、はい、最後にお二人から視聴者の皆様にドラマの見どころをお伺いしたいんですが、まずは田中さんからお願いいたします。はい、すごく面白いドラマが生まれつつあると思います。今日の1話を皆さん見ていただいて、まずまあラブサスペンスということなのですが、まあ、やっぱ、ね、大前提こうラブというところをすごくまずは皆さんに見ていただきたいなって思うような素敵な1話になっていました。でここから回が進むにつれて、いろんな要素が足されてくるので飽きることなく最後まで見てもらえると思いますので、まずは今日の1話見ていただいて、そして来週びっくりしていただいてで再来週なんじゃこりゃと思っていただいてそのまんま最終回まで楽しんでください。ありがとうございます。はい、ようやく放送ということで、もう完全に見たことない類のドラマができたかなと思ってます。もうラブサスペンスという言葉だけではくくりきれないほどいろんな要素が入ってるんですけど、想像以上に本当1話はピュアなラブストーリーとして見ることができたなって思っていて、でも隙間隙間で本当に後々聞いてくる伏線がいっぱい張られているので、多分1話見たらもう1回1話見たくなるし、2話3話って見たらもう一回一応戻ろうかなとか思ってもらえるような、なんか本当に見応えのある作品に なっていくのではないかなと。もう最後まで台本があって最後まで止まらないぐらい面白いので、ぜひ最後まで見てください。ありがとうございます。いよいよ本日夜9時から第1話の放送となりますので、ぜひご覧ください。そしてお二人はこの後もワイドスクランブルに出演します。本日はご視聴いただきありがとうございました。見てねー。